こんにちは、エドリーです。今日はじゃん、ネギ油で美味しい厚揚げ焼きを作っていきたいと思います。今日のポイントはじゃん、このネギ油です。これを使うと風味がとっても増して美味しく作れちゃいますので、ぜひ使ってみてください。それでは作っていきたいと思います。今日の材料です、はい、こちら厚揚げになります。そして、はい、炒める時に使うネギ油、トッピングに使う刻みの紅生姜と青じそになります。そして最後に味付けに使うストレートタイプのそうめんつゆです。はい、今日はこちらを用意しました。はい、そして厚揚げは一口サイズに切っていきたいと思います。じゃん、こんな感じです。はい、はい、こんな感じです。多分今日はこの小さいサイコロサイズで売ってたのを使っていますけれども、多分普通のお店ではこれぐらいのサイズが一つになったのが売ってるのが多いと思いますけれども、それを半分に切って、そして半分に切って、ね、こういうふうに、はい、切って一口サイズにしてみてください。はい、これは後で盛り付けるときにとても楽しく綺麗になるので、今日はこのように切っていきます。よいしょ、はい、こういう風に切れたら完成です。では今から焼いていきたいと思います。はい、それでは焼いていきたいと思います。熱したフライパンにネギ油をかけます。ネギ油の香りがとってもいいです。美味しそうな、もう美味しそうにできるの間違いなしって感じです。これでちょっと焼いていって、焦げ目がついて、ちょっと焼き色がついたらもう完成です。もう温めるだけの感じでいいかと思います。このネギ油で本当に風味が格段に上がりますので、普通の油でするともうただの焼いただけですけど、もうこのネギ油がもう本当今日のポイントです。美味しそうな匂いです。本当に軽くそんな何分もかからないです。ちょっとこれで目がついてきたら、この厚揚げの茶色いところがカリカリになるのでそれも美味しいです。いい感じです。はい、もう完成です。あとは盛り付けていきます。それでは今から盛り付けをしていきたいと思います。今回はこの四角いお皿に並べてトッピングも見てもらいたいと思います。はい、用意していた青じそと紅生姜をのせます。はい、よいしょ、この四角いのを生かしてに並べていきます。
ゃん。はい、こんな感じです。はい、そして、はい、ここに今からちょんちょんちょん交互に青じそと紅生姜を乗せていきます。なんか可愛いですはい盛り付けこれで完成です。あとは味付け用のおそうめんつゆをかけたら完成です。じゃん、はい、出来上がりました。美味しそうにできてます。じゃーん、じゃーん、完成です。とっても可愛らしくできました。うーん、ネギ油の匂いもとってもいい感じです。今日はじゃん、ネギ油を使って美味しい厚揚げ焼きを作りました。じゃんこんな感じで並べて緑赤緑と交互にするととっても可愛らしくできますし、ちょっとパーティー風にもなります。美味しいので簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。美味しいです。